サイトのスーパーアリーナに立って、格闘家としても立ったら史上初というか、本当にすごい機会をいただいたので嬉しいです。格闘家としてアイドルとして二刀流で歴史に名を残していきたいなって思います。今日は格闘家として歩く埼玉スーパーアリーナの花道、紅白よりも先にたどり着いたライジンのリングです。本当にいろいろあったし、もうちょっとだけ、でも最後チャンスが来たんで、もう一回頑張ります。のりさんいなくなっても、みんなで力を合わせて選手たちバックアップできるようにきっちりフィニッシュしてほしいかなっていう、はい。ジャッジ、はい。現役アイドル仮面女子河村奈々香ライジンデビュー戦、対するはレスリングエリートアイプロデビュー戦です。あ、すごく楽しみな一戦ですね。打撃で前に出ていくのがレスリングエリートアイ、そこに右に返していく河村奈々香です。しっかり打ってますね河村選手。アイ選手テイクダウン能力が高いので、あ、こうですね、結構踏ん張って、あの、こちらも重かったんですけれども、綺麗にテイクダウンでアイ選手がテイクダウンしました。マウント取りましたね。ここでアイがマウントです。足が抜けました。あ、鉄槌、鉄槌パウンド、プロデビュー戦で容赦なく拳打ち込んでいく。マウント鉄槌、容赦なりません。動きないかな、止まるか、仮面女子ここまでか、歴史を変えたその思いはこっち。プロデビュー戦キットの最後のものです。アイが白星で飾りました。いい鉄槌で逃げる間がなく止められてしまいましたね。早くも河村の目には涙。いや、惜しくなかった。さあ、キッスだよ、偶然キッスだよ。いや、まだやりたかったんですけど、殴られてても全然効いてなかったし、悔しい。悔しい。やっぱ負けず嫌いなんで。かっこよかったよ。ありがとう。またこの舞台に戻ってきたいと思います。もう初め負けるの。パンチもらってからちょっと、あ、やばいと思ったんですけど、まあ、ただ組んでからは、あ、勝てるなって組んだ瞬間は思って。写真撮ってもらおう。ここってリアル指定コンビですか、レスリング。レスリングは私が先輩だけど、MMA はこっちの先輩じゃないです。先輩じゃないから教えてもらったの、この間。いや、教えてないから。嘘嘘、これカットしてください。全然嘘だから。もっと昔は一緒に練習したりとか。練習して、まだでも愛がこんなちっちゃくて、こんなメガネかけて。言わなくていいんじゃない。言わなくていいんじゃない。進化したいですね。もうちょっと打撃、また次も勝てるように。